くじくるくるとこう渦巻いているその奥にこう吸い込まれていきたい、そんな気持ちが今でもずっとしていて、メインビジュアルは女性がこう上を向いてブワーッとこう雲になっている絵を描いたんですけれども、その雲にたくさん2人の人物が乗ってるんですね。どの雲にも2人の人物が乗ってて、いろいろに想像していただいて結構ですけれども、まあ、私はダンテとヴィルギリウスだなというふうに思って描いてました。ランボーがまた見つかった、何が永遠、海と溶け合う太陽が、永遠がまた見つかったいう言葉に若い時に出会ってびっくりして、永遠っていうものをしばらく考えながら創作してみたい、それは最終的にダンテの新曲の天国編につながっていくというふうに思います。女優業をお休みして絵を描き出しまして10年経ちました。10年でこんなにたくさん絵を描くとは思っても見なくて、本当に人生って不思議だなって思ってます。最初の個展はバラめく時というタイトルにしました。肋骨から手が1000本ぐらいこうブワーッと出てくるような、そういう幸せな気持ちが絵を描いているとするんですけれども、そういう喜びが花開いていく愉悦のような、そういうものを描きたいなって思いました。それから次は母の日がテーマだったので、バラマンダラというタイトルで、女性が少女から女になって、女から母になって、母から菩薩になる、そういう女がこうバラの中で昇揚していく姿を描きました。次の個展はバラ都市といって、イタロ・カルビーノの見えない都市をテーマにして、見たことのない架空の都市をたくさん描きました。バラ迷宮、いろいろな動物がウェルカムウェルカムウェルカムって出てくるような、そういうバラの中の迷宮に飲み込まれたいというバラ迷宮という展覧会、バラの旅人、人生は旅だなっていうふうに思うんですけれども、時の旅人だなって私は思いますけれども、母が私を抱いて、それから妹を抱いて旅をしていることに思いを馳せたり、またこれから私がどこに行くのか、どこにどうやって旅立っていくのか、新しい自分に見つけ出会ったり、新しい人に出会ったりとか、そういうことを描いていく。そして恋をテーマにしたバラのアドリブしてテーマ化をしました、今回新しく、ここから始まるという、5本が主演者から出るんですけれども、3年間ぐらいの日記を一つの物語にして、そしてエッセイを入れてあります。それのタイトルがそのバラのアンドロギノスのメインビジュアルでした。去年は3メーターかって6メーターの大きな絵を描きました。ダンテの新曲、これを描いていきたいというふうに思い立ったわけですね。地獄編を描きました。私は何かそういう大きなものを描きたい、人生をかけてそういうものを描きたいと思っていて、次に行くんだろう、何かこう顔もこう全部がこう剥がれ落ちて、次にぐわーっと新しい自分が出てくる、
新しい命を持って創作していきたいというふうに思っています。可愛いキャラクターとかもいっぱい描きたいし、バラもまだいっぱい描きたいんですけど、大きなテーマとしてはそういうことを続けていって、そうですね、煉獄編とスタンドの新曲を書き上げて皆さんに見ていただけることを、心から非常に強い願いとして、成就させたいというふうに思っています。